リアクターはこのビビューラのブレーキが特徴なんですけども、まあ、この世代 のエアロロードだとよくあることなんですけど、ただちょっとこのタイプだと一般的なレギュラーマウントに比べてちょっとブレーキの選択肢がないので、リアクトを乗ってる方とかだと結構やっぱりそのブレーキだけ根本の構成がちょっと違うっていうのがあったりします。で、これクランクも8100系のアルテグラ12速用がついてるんだけど、コンポーネントは11速用のもの、実は別にこれでも使えちゃうっていう構成になってますね。結構バイク全体見てるとかなり頑張って組んだ感がすごいですけども、結構いろいろパーツ集めたのも大変だったんじゃないでしょうかね。そう、中古でいろいろ集めたって言ってましたけど、はい、やっぱクランクだけ8100になってるのは、はい、またこれはこれはただただ8000がなかったから、あ、8000がなかった、なかった、そうだね、パーツちょっとね供給不足だからね、結構お客さんでもその全部デュライスで固めたくてもちょっとここだけアルテグラ、なんでここアルテグラにしたんでパーツがないよ結構ねそういうのが最近はあったりしますみたいね。